うん、前日とか当日、うん、どういう風に過ごすべきなのか、それなんてどうするんですか。結構セロトニンが出るんで、いわゆる幸せホルモンというやつなんですけど、はい、講演することで次の科目の準備運動になるんで、最も大事なことを私ちょっと言ってました、ね、あ、そうなんですね。お題始まりました、むつチャンネルです。さあ今回はですね、受験直前期ということで、おっすおということで、はい、厚底サンダルを履いて平さんにおいでいただきました。しーしー、いや森鉄が悪い。身長187あるんだ。ないないない、僕177しかないので、本当に他は変えるもないです、ね、はい、はい、そんな平さんなんですけど、まあ動画で見てる感じはほらポジティブな、はいはい、そうなんですか、塊みたいな感じなんですけど、はい、受験期、うん、ちょっとねどうだったのか、その直前、うん、前日とか当日、うん、どういう風に過ごすべきなのかで、うんうん、その辺についてね、ちょっとメンタル面話してもらおうかなと思ってるんですけど、まあまずね、僕的にはメンタルな部分とテクニカルな部分と2つあるんですよね。なるほど。でまずね、メンタルの部分で言うと、気合い入れていくぜみたいな、うん、なんかね、いつもと違う感じを出すとね、はい、違う感じになっちゃうから、はいはいはい、やっぱ人の頭って程よくリラックスしている方が、うん、こう視野も広がるし、感覚も鋭くなるんで、うん、今日こそ気合いを入れてみたいな感じのことはなんか別にする必要じゃないかなと思ってるんですよね。で最も大事なのは前日ちゃんと7時間ぐらい眠ることですよね、うん、これ一番大事ですね、うん、眠らないと次の日力発揮できないですから、うん、眠れない人どうするんですか。眠れない人、僕みたいなメンタル弱くて眠れない人どうするんですか、うん、眠らなくていいと思います。へー、いや、なんでかと、眠れないもんはしょうがないから。だから眠れないのに寝なきゃ寝なきゃだと、これもまたもうしょうがないから。あ、そうなんですよ。それやって寝れなくなっちゃうんですよね、逆にね、うん、でしょ。だから布団の中に入って目つむってるだけでも脳って回復していくんで、うん、だから問題ないと思います。眠れなくても布団の中に入って目をつむってる、それだけでいいと思います。でそのまま朝になってもいいじゃないですか。金八先生と同じようなこと言ってる。そうなんですね。一回も見たことないそうなんだ。GTO しか見たことないです、休むってことですね。うん、徹夜して勉強するよりは、ね、あ、最悪ですね。中間テストと期末テストとは違いますからね、うん、そんな詰め込んでやってられるもんじゃない。そう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 。あともう一個大事なのは、あの前日の夜のうちにお風呂に浸かっておくこと大事です。結構セロトニンが出るんで、いわゆる幸せホルモンというやつなんですけど、はいはいはい、やっぱりこう頭をリラックスさせるっていう ね大事な一つになってきますんで、はいはいはい、逆になんかこうお風呂入ってしっかりね、こうセロトニンが出てよく眠れるみたいなこともあるんで。そうなんですね、うん、そういうのもあるんですね、うん、だから大事なことは前日もいつも通りちゃんと勉強すること、次の日の科目をちゃんとやるっていうね、はい、頭の中でリハーサルをするわけですよ、はいはいはい、ね、しておくこと、それからお風呂に入ってリラックスすること、うん、そしてゆっくり眠ること、これぐらいでいいんじゃないですかね。なるほど、ちょっと頭の中ロキソニンが出るわけですね。ロキソニン、どこが痛いのかなこれそんな風になってリラックスできるわけなんですね、はい、じゃあ当日当日に関しては、これはあの、まあ、僕は自分が受験生時代に森田先生も当時にいたから分かると思うけど、はい、激励メッセージあるじゃないですか。こういうやつとかさ あったりとかするんだけど、あの中で僕が浪人時代にお世話になってた、うん、福崎五郎先生っていうね、はいはい、先生がいらっしゃるんですけど、英語講師、そう英語のね、そう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 、英語講師オーディションで審査員をやってらっしゃる、はい、福崎先生のアドバイスがすごく僕聞いたんで、うん、それをちょっとまあやってもらったらと思うんですけど、なるほど。どうしても試験会場になると、なんかね、一番多いのがやっぱり単語帳一生懸命見てる人とか、なんかそういう人がすごく多いと思うんですけど、はいはいはい、意外と試験会場って休み時間とか狭間の時間みたいなのが長いんですよね、はい、そうそう、科目と科目の間の時間っていうのが、でその時間に次の科目の要はこうチャンネルを自分の頭の中にしっかり合わせておくことが重要で、でこれはあの僕の友達でサプリにヤギュウ先生っているんですけれども、はいはい、ヤギュウ先生なんかもあれすごく良かったよ、ね、サプリにヤギュウ先生ね、はいはいはい、ダメ、スタディサプリのヤギュウ先生ね、ヤギュウ、ヤギュウ先生、ヤギュウあいいっす、あのヤギュウ先生がすごく良かったとおっしゃってるんで、要は例えば英語長文リーディングになるんだったら、うん、やっぱりこれまでやってきたそれこそ実践問題集だったり、うん、ね、模試の冊子だったりとかを出して、うん、でまあ読んでおくと、うん、講演することで次の科目の準備運動になるんで、なるほど、しっかり次の科目のアップをしておくことが大事ということですね、うん、英語が始まるから単語帳一生懸命見るとかじゃなくって、うん、まあ、もちろんね、そこでやり直した単語が出ることってあると思うんですけど、最も大事なのは自分のチャンネルチューニングを合わせておくことなので、なるほど、そうすることで温まった自分の状態でドッとね力を発揮できるんで、ほうほうほう、うん、リスニングだったらこれまでやってきた実践問題集とかの音声を聞いて、こう耳をちゃんと作っておくとかね、なるほど、なるほど、うん、現代文とかだったら現代文の復習をやってみるとかね、答えを覚えててもいいんですよ。どこで何をヒントにして、そのヒントをどう使って回答に至ったかっていう、そのプロセスを再現しておくことだけでも、いわゆる正解をこのぐらい考えてこのぐらいで答えを出すんだっていうチャンネルがちゃんとチューニングが合ってくるんで、だからそういうリハーサルをしておくってことが僕は一番テクニカルな面としては大事かなと思ってます。なるほど、なるほど。あ、ただね、全力
で解かないでくださいね、そんな一回やったことあるやつのものですから、そうですね、うん、です休み時間にね、新しい問題を全力で絶対やめてよ、もうヘトヘトですよそれでやったらもう そんなアホおるメンタルのエナジー使い果たしちゃうからねそう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 、じゃあそれがテクニカルなの、そうですね、これが一番自分の中でも効いたかなと思ってるし、まあ、自分のね塾で見てる生徒たちもやっぱりこれすごく評判がいいリハーサルというかね、うんうん、なのでおすすめですね。朝起きてからどうする？朝起きてからは遅刻しないように会場に行けばいいんじゃないですかね。あ、もうそうですね。うん。もうそれだけでいいですよ。あのね、あれもやろう、これもやろうっていうものが、こう余計というか、うん、もうとにかく会場にちゃんと行く。あ、そう、ね。これが一番の仕事。試験会場に行くことっていうのは、最も大事なことだと私いつも言ってますね。うん、あ、そうなんですね。じゃあ大学受験どうしたらいいんですか？受験に向かうためには、試験会場に行くことだよ。行くこと、そう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 。どうしたらいいんでしょうか？試験会場に行こうって。行かなかったら、だって戦えないわけ。そうです、そうです。自動的に合格の権利なくなりますから。戦わずして逃げたら、明日はないからな。渡辺先生ね、はい、うん、そうそうそう、そういうことなんです。本当にまあ当日行けば分かると思うんですけど、うん、席空いてますよ、受験会場に、ね、無意味な空席あるよね、だから諦めちゃってる子たちいるんで、うん、あれそういうことなんだ、まあ、もちろんもう志望校に受かってるからっていうので、うんうん、来ない人とか、まあ、共通テストとか共通テスト使わないし、うん、って言って申し込んだけど行かないって人がいるんですけど、当日起きれない、うん、当日もうメンタル無理でって言って行かない人は一定数いるんで、あ、そうなんですね、だから試験会場に行くこと、うん、その後の試験もあるわけだから、ね、メンタル弱いんだったらとりあえず共通テスト行ってそこでメンタル打ち直して、うん、でね、行くだけ行ってやるだけやってみて、で結果はまあね、うまくいかないこともあるかもしれないけど、でもそれで試験終わりじゃないから、ね、次第入試とかも含めてその後があるわけだから、ここでちょっと一回メンタル調整しようよ、弱いなら弱いからこそ。実際どうでした、本番の朝とか。本番の朝はね、さっき僕気合なんか入れなくていいとか言ったんだけど、はい、もうね、長渕剛のね、桜島って歌を聞いてね、テンション上げてました。気合入れまくってます。気合入れまくってじゃん、まあ自分自身もそうだ、まあできるできるって言い続けてました、うん、本当そうですよね、うん、僕なんかもう金庫湾に日が昇りみたいなところから知らないけどね、その歌を、はい、ただご飯食べれない、寝れないし食べれない、それはあったかもしれないですね。それはね、やっぱメンタルでかなり来ちゃうんだけど、うん、ただそれでもできるんだできるんだって言い聞かせました、ね、だからそれで、まあ、栄養ドリンクでごまかして、ね、怖くて当たり前なんですよ、うん、でもね、自分が怖い時はね、相手というか他の受験生も怖いから、うん、相手は神様じゃないよ、だから臆せず試験会場に行くっていうことなのと、あと、まあ、僕もすごく怖かったし、だからみんなに対して気合なんか入れなくていいよとか言いつつ、俺も長渕剛でめちゃめちゃせいやーとかやってたんだけどとかね、森田先生も俺はできる俺はできるみたいなことなんだけど、でもそういうのを乗り越えて人って大きくなっていくしね、共通テストなりこれから皆さんに降りかかってくる試験っていうのは皆さんをすごく成長させます、今までの人生にないぐらい成長させる、でこれを乗り越えていったら皆さんは自分の後ろの世代に対していつか何かを語れる人間になりますよ、うん、お、いいこと言いましたね、はい、いい感じで終わらそうと思ってるんで、ね、本番本当何を置こうか、うん、僕はもうね、もう動画に出してますけど、自転車でね、センター試験に行くとき自分のバイクしてるコンビニに止めたらね、そのコンビニに車がバッタリで、ぐしゃって私の自転車を粉々にして、うん、粉々じゃないか、自転車をぐちゃぐちゃにしていきましたから、なんでそんなとこに止めてたのかは分からんけど、いや、普通のとこでもまあ、そこで不運を消化したんですよ、そう、そこで、うん、そのバイトの大学生がちょうど通りかかったんで、うん、自転車ちょっと貸してセンター試験だから、うん、って言って、それで行ったんですよね、で、返さずに、いや返したわ、いや返して違う、でも自転車をぐちゃってやった人が新しいの買いますって言って、うん、ホームセンターでいい人でしたね、買ってくれたで、買ってもらって、で最寄りの駅までそれ乗ってって予備校行ったのかな、で帰ってきたらなかった一瞬で盗まれてて、うん、あれごめんなかった、いい話をしたいのかな今日は、何の話をしたいのかなと、いやだからそれぐらい何があるか分からないけど、うん、いやいや、そうね、いつかねこういうね笑える話になるから、どんな苦しいことも、うん、こういうことだってありえますから ね、心の持ちをそれ大事ですから、何か起こるんじゃないかっていうのは、ね、はい、でもその時に焦らずに、うん、面白って思えたんだよ、うんうん、面白こんな話のネタになること起こるんだなと思って何があるか本当分かんない、うん、だから本番だけすごく良かったわけで、自分自身、うんうん、全部違反点で元気の時も浪人の時も本番だけ強かったっていう、うん、本番に強いんだっていう、うん、その思いを持って臨んでもらえるの、ね、あのほら僕がユーテラの授業で言ってたこと覚えてますか、皆さん傾向が変わったらどうするんだった、問題をよく読もうって言ってたやつ覚えてますかね、うん、今年もね国語もどうかわからないし、英語だってね去年のことがあるわけだからどうなるかわからない、まさに一番どうなるかわからないことだけど、そうそう、何をしないといけないのかっていうのをまずパチッと捉えて、でそっから急げばいいよっていうね、慌てない、これもいろんな科目に言えることですからね、うん、
頑張ってやってみてもらえばいいんじゃないかなと思います。はい。ね、メンタルが弱いっていう人もね、多いと思うんですけど、言い聞かせて。大丈夫だよ。メンタル弱いなら鍛えればいいんだよ。だからテストの回数を多くした方がいいのよ。回数を追うごとにどんどん強くなっていくから。去年の英語ではあったんです、うん、問題読み間違えちゃった人いたんで、うん、はい、ぜひそうならないようにですね、きちっと読んで、できると信じて頑張ってもらえればいいんじゃないかと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.